私たちマジカルパンチラインです。はい、ということで、はい、以前ね、このマジパンチューブの生配信でもお知らせさせていただいたんですけれども、なんとマジカルパンチライン12月にシンガポール遠征が決定しました。はい、今回ですね、なんと2024年12月に開催のですね、シンガポールコミコン2024になんとマジカルパンチライン出演させていただくことが決定したということで、はい、この5人では初の海外遠征でございます。はい、まあね、海外遠征ということで、せっかくなのでということでツアーをね、組ませていただきますという話、生配信でもさせてもらったんですけど、はい、なんとその詳細がちょっと決まりつつあるので、本日はお知らせしていきたいと思います。イエーイ。まずツアーのタイトルが決定しました。うわ、はい、マジカルパンチラインシンガポールのツアーのタイトルはキラハッピーツアー in シンガポールでーす。はい、まあ、私たちね、あのコンセプトがキラハッピーということで、あの世界中の毎日をキラキラハッピーにの足がかりになるのがやっぱね、このシンガポールの一歩目だということで、キラハッピーツアーというタイトルにさせていただきました。ぴったりですね。はい、めちゃくちゃぴったりでございます。そしてですね、なんとあのシンガポールコミコンに出演させていただく日程も決定いたしました。はい、私たちマジカルパンチラインは2024年12月7日のシンガポールコミコンでライブさせていただくことになりました。12月7日。はい、というソエちゃんの誕生日前日だね。前日ですよ。16歳最後の日。もうそうやばい、わー、16歳のソエちゃん、うわー、やばいってこと、そういうこと。もう次の日の日かっこいいね。16歳最後の日、何してたの。シンガポールで、ね、かっこいい、かっこいい。はい、まあね、あのこの現体制でも初のね、はい、あの海外でのライブということで、ドキドキワクワクなんですけれども、まあね、あの皆さんはきっとツアーの内容というか中身ね、気になってると思いますので、そちらのまずは最初にツアーのポイントを、ポイントあの紹介していきたいと思います。まず一つ目がですね、あの先ほどもお話しさせていただいたんですけれども、はい、マジカルパンチライン2024年12月7日にシンガポールのマリーナベイサンズで開催のシンガポールコミコ2024への出演が決定しているということで、なんとそちら あのチケット付きでございます。おお、すげえ、すごい。はい、もう見れます。チケット購入しなくていいです。あの追加で、あの、ほんと当たり前なんですけど、一応言っとくと航空券とホテルももちろんついています。おお、最高。さあ、参加してもらったら、うん、コミコン見れるし、あの、行き帰りも便あるし、あるし、あのホテルもちゃんとあるというね。すごい、安心安全ですね。すごいね、めっちゃいいね。はい、まずこれが一つ目で、はい、まず二つ目、メンバーとウェルカムランチパーティーをします。ウェルカム。これはまあ、あのシンガポールに到着して、あの最初のご飯をメンバーと一緒に、まあ、シンガポールウェルカムって誰が迎えてるのかわからない。そうだよね、確かに。そう、ウェルカムされてる側なんだけど、あのウェルカムランチパーティーということで、まあ、あのシンガポールならではのご飯とかね、あのメンバーと一緒にワクワクしながらご飯食べれるというパーティーを開催させていただきます。そして3つ目、メンバーとシンガポールコミコン打ち上げディナー会を開催します。すごい、すごいですね。2度目のお食事です。メンバーとみんなといっぱいお食事できる。でもやっぱりそのこの2と3で何が違うかっていうと、やっぱシンガポールコミコンへの緊張もみんなあると思うので、あのウェルカムランチパーティーではちょっとメンバーのそわそわしたところ、確かに明日のコミコン緊張するねっていうところから、打ち上げではコミコンお疲れ様っていう開放されたメンバーとご飯食べれる、で顔違うと思う。確かに2回とも、まあね、そんな感じで、あの打ち上げもさせていただきます。そして4つ目のポイントが、お好きなメンバーとシンガポールの夜景を見ながらワンオンワントークでございます。おー、贅沢。デート来たんかっていう、夜景を見ながらトークなんてさ、したことないんだけど。恋愛リアリティショーみたいじゃない。後でソラオくんが呼び出されて、いや正直はるかちゃんちょっと気になってます。第一印象はみんな
きちゃんも最初第一印象大事だと思ってたんですけど、話してみてやっぱはるかちゃんの愛結構やられちゃいましたけど、振られちゃったりして、まあそれまあ恋愛印象にならないと思うまあでもシンガポールならではの景色を見ながら、結構まあワンオンワントークたっぷりめに、いつもよりはたっぷりめにお話できるのかな。写真とかも撮っていいんですかね、このワンオンワントーク中。いいメンバーの写真撮ってもいい？あ、調整中ですよ。でももしかしたらトーク以外にも、もしかしたらメンバーの写真撮れたりとかもそうかもしれない。今ちょっとね、やっぱさ、そのシンガポールでっていうのが ね、ポイントじゃない？すごい。だって、ね、行ったことないじゃん、誰もこの5人。ちょっと楽しかったよね。一生忘れられない夜。いや、本当だよ。ということで、贅沢なワンオンワントークをシンガポールの、ね、景色見ながらできる、はい、そして5つ目のポイントがですね、メンバーからのモーニングコールでございます、もしもし、はい、もしもししちゃいます、もしもし、おはようって、もしもしパンチライン。だからもし本当に病気の場合、せっかくメンバーモーニングコールしてるのに何言ってるか分からず終わっちゃったみたいな、こっちも声ガサガサかもしれない。朝の朝起きたてで、もしもしはい、はるかちゃんおはようって、もうあなたのためだけのモーニングコールなので、うん、メンバーから朝にお電話をかけさせていただきます。はい、そしてポイント6個目、シンガポールで撮影したサイン付きチェキをプレゼントします。お土産もついちゃって、そうです、チェキ持って帰ってもらえます。すごい嬉しい。でもなんかやっぱりせっかくだからさ、シンガポールっぽい背景でチェキ取って、確かになんかサイン書いてプレゼントさせていただけたらと思っておりますので、ぜひお土産に持って帰っていただけたらなと思います。はい、それでは今私がね、ザザッと説明させていただきましたツアーポイント、こちらにまとめましたのでご覧ください。どうぞどうぞ。はい、それでは続いてですね、はい、今ポイントをもうバババババッと説明したんですけど、スケジュール の、 工程工程を説明していきたいと思います。はい、まずですね、皆さん、12月5日木曜日の夜中に、はい、東京の羽田から、飛行機出発いたします。ちょっと夜更かしたんでね、頑張ってください、そして次の日12月6日金曜日の朝にシンガポールに到着しまして、その日のお昼にメンバーとウェルカムランチパーティーでございます。ウェルカム。そしてその後ね、自由時間となっておりますので、まあ、シンガポール観光したりだとか、なんかお土産買ったりとかはこの時間にしていただけたらなと思います。マーライオン見に行ったりとか、ね、そうそうそう、メンバーのアクスタとマーライオンうわそして次の日12月7日土曜日がの朝にメンバーからのモーニングコールがかかってまいります。メンバーからのモーニングコールで目を覚ましていただくところからスタートですね。で、その後がですね、ついにシンガポールコミコン2024本番でございます。はい、ちなみにですね、このシンガポールコミコンがですね、そのアーティストごとにそのライブの演目名っていうのが、ついてまして、なんと決まりましたので、そちらの演目名も説明したいと思います。今回のシンガポールコミコン2024マジカルパンチラインのライブ演目名は、マジカルパンチラインライブパーク2024ハッピードリーム in シンガポールコミコンでございます。すごい、今年1年は8周年、そう、やっぱ海外なのでもう英語でお届けします。はい、でまあハッピードリームはね、この8周年の1年間私たちが掲げているテーマでありますので、それを、まあ、シンガポールでもしっかり見せれたらなと思いまして、はい、この名前になっております。なのでまあ皆さんは7日は一旦ね、やっぱコミコンを全力で楽しんでいただいて、はい、でその日の夜ですね、夜がコミコン打ち上げディナー会でございます。ディナー、これはもうね、みんなお疲れ様でしたですよ。もう開放的に、緊張から解放されたメンバー、そしてそらちゃんのお誕生日前祝いですね。うわー、だからもう前夜祭、だからここのシンガポール来てくれた皆さんが16歳の最後のそらちゃん、ママよりも見れます。そうだよね、ギリギリまで見れる、ショラママより見れます。
です。こんなことないよ、初めてだよね。本当に初めて、うんうん、そんなね、ディナー会の後はですね、はい、お好きなメンバーとシンガポールの夜景を見ながらワンオンワントークということで、やばい、ね、やつですよ。ここでもね、まあ、しゃべってる人以外は、うんうん、周りの夜景とか写真撮れたりもするだろうし、うんうん、なんか結構楽しみだ ね、楽しみ。しかもシンガポールってめっちゃ夜景綺麗だよね。めっちゃ夜景綺麗だよね。めっちゃ楽しみなんだけど、キラキラしてて心臓が、ね、すごく楽しみでございます。はい、ということでワンワントーク終わった後の夜中に、はい、皆さんシンガポールを出発しまして、12月8日日曜日の朝に羽田着となっております。はい、ということで今回のシンガポールツアーのスケジュール工程こちらにまとめました。ドン。結構ギュッと詰まってるね。はい、まあね、これはね、今いろいろ決めてる途中ではあるんですけれども、まあこれ以外にもね、みんなでいろいろ楽しめること、まだちょっとね、なんかできるかなっていうのを考えてますので、私もなんかカメラとか持ってっちゃおうかなと思って。うわ、いいね。ちゃんとしたカメラ。マジ？で、なんか写真とか撮っちゃったりして。うわ、いいじゃん。みんなの子供撮っちゃったりして。撮っちゃったりして。ごめんなさい。なんでダメなの？一番撮られてよ。多分、シンガポール着いたら一番映ってくると思う。映ってくる。いや、シンガ、絶対やる。まあちょっとね、なんかカメラとか持ってたりとかしてね、楽しめたらなと思っておりますので、まあ何かまた追加などありましたら、どっかしらでね、お知らせとかすると思いますので、皆さんお楽しみにお待ちいただけたらなと思います。楽しみに。はい、ということで今回ね、このシンガポール遠征、キラハピツアーインシンガポール、皆さん来ていただいてね、マジバンと一緒にシンガポールの楽しい思い出を作れたらなと思いますので、皆さんね、コミコンもそうですし、ツアーも一緒に楽しんでいきましょう。行きましょう、楽しみましょう。そうだ、それでは行ってきます。